アスパシア・マノスは、ギリシャ王アレクサンドロス一世の妻、既戦結婚であったため王妃にはなれず、デンマーク・ギリシャ王女の称号を授かったのみだった。アテネで、ペトロス・マノス大佐と、妻マリア・アルギロプーロの娘として生まれた。マノス家もアルギロプーロ家もファナリオティスの一族であり、先祖には、ワラキア・モルダビアの豪族、ギリシャ独立戦争の指導者らがいたが、平民の出身である。 1919年11月4日、たといでアレクサンドロスと秘密裏に結婚した。この帰戦結婚はたちまち国を揺るがす大スキャンダルとなった。ギリシャ王族は王族としか結婚できないと定められていたためだった。二人は国外へ亡命するほかなかった。ギリシャ政府は、不王コンスタンティノス一世の許可なしの結婚は違法で、あるとして結婚の無効。 これから二人の間に生まれるであろう子供は、諸子となる旨を公式に発表した。アスパシアとアレクサンドロスは、パリで暮らしていた。彼女は、マダム・マノスと呼ばれていた。二人の結婚生活は一年にも満たず、夫は、破傷風で1920年10月に休止した。当時妊娠中だったアスパシアは、翌年3月に、忘れがたみのアレクサンドラを生んだ。1922年7月、 ロ婦の母ソフィアの取りなしもあり、ギリシャ王族が王族出身でない者とも結婚できるよう法律が改定された。これにより、アスパシアと娘のアレクサンドラはギリシャデンマーク王女の称号と殿下の継承を授かった。アスパシアとアレクサンドラはギリシャのグリクシンブルグ王家の中で初めてギリシャ人の血を引く王族となった。20世紀の他のヨーロッパ王家と同じく、 それまでのグリックスブルク家はドイツの地が色濃く流れており東ローマ帝国から続くギリシャ人の血統ではなかったのである成長したアレクサンドラは後ユーゴスラビアをペータル二世の王妃となった第二次世界大戦後経済的に苦しく健康問題を抱えたペータルとアレクサンドラの結婚生活は不安定なものだったアスパシアは二人の長男アレクサンダル王大使の 養育を引き受け、彼を主にイギリスで育てた。1972年7月、アレクサンダルとマリアダグロリアの結婚式に出席できたことに、アスパシアは非常に喜んだという。1972年8月、ベネツィアで死去。最初は、ベネツィア近郊のサンミケール島の墓地に葬られたが、後に棺はギリシャのたといに運ばれ、王族として葬られた。 特に母方のアルギロプーロ家は、メディチ家に招かれレオナルド・ダ・ヴィンチとも、交流のあった序盤にアルギロプーロを輩出した名門である、ありがとうございます。